どうもこんにちは、ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。本日ですが、後ろにあるように加工金属材料を解説させていただきたいと思います。あのですね、一つの金属に対してまとめてる記事っていうのは非常にたくさんあるんですけども、よく使われるですね、加工材料を体系的にまとめてる動画とか資料がほとんどないので、今回はね、この題名に挑戦をさせていただきたいと思います。 S45C とかですね、 SAS304 とか言われるわけじゃないですか。本読んで難しいってなるんですね。皆さん学習用にこの動画を使っていただきたいと思います。はい、では行きましょう。そもそも金属材料って何ですか？工業規格、まあ JIS ですとか ISO がありますが、その中の一種類と規定されていると。こんな感じで金属ですとか、そして樹脂ですね。そしてセラミックス、複合材料などが工業材料と言われております。普段なかなかこういう原材料では目にすることはないと思うんですけども、カーボンですとか樹脂なんかも溢れてますよね。そしてその中の一つの金属ですね。もう生活基盤の、もう本当に基盤中の基盤ですよね。あなたが住んでるところ、もう家に金属使われてますから、もう基礎と言っていいと思います。その金属をまとめることに今回は挑戦させていただきます。そもそも金属はどこにあるんでしょうか？どういったところで僕らの生活でですね、使われてるかっていうことですね。例えば自動車でございます。はい、日本のお家芸ですね。ボデーですね。ボディーとも言いますが、プレス工場なんかに行くとボデーみたいな感じで言いますから、ボデーと言いました。で、ボデーもそうだし、エンジンもそうですし、そしてコンプレッサーね、モーターなんかそうですよね。ほぼほぼ金属でできてると言っていいと思います。自動車のパーツなんか部品なんかを作る各製造装置なんかもふんだんに金属が使われております。例えばこういった縦型のマシニングセンターですね。最近山崎マザックさんが新しいマシニングセンターを出されたみたいでございますが、鋳物ですね。ベッドとコレットなんかも鋳物でございますし、まあ、歯車とかですね。あとモーターですね。SMT なんかも実はこういった筐体って鋳物でできてたり、LM ガイドとかで、リニアガイドですとか、ボールネジなんかも金属ですし、こういった専用装置なんかもアルミフレームということで、アルミがね、使われてると。確かにそうだと金属ばっかり。建物ですよね。こういった天井なんかも、金属、金属、金属と、全部金属なんですね。金属がない生活なんてありえないわけ。生活圏内のすべてに関わるのが金属でございます。あなたが持ってる携帯電話も金属なんですよ。ふんだんに使われていると。金属ですね、どこから始まったか。道具とともに進化してきた人類でございますが、最初の金属何かというと、実はペンダントなんですね。ね、ロマンチックでしょ。武器じゃないと、ペンダントなんですよ、ね、愛が溢れるみたいな感じですね。イランで発掘されたそうですけども、これ1万年ぐらい前と言われてますが、まあいろいろ諸説あります。この他にも当時の金属としては金とかですね、銀なんですね。貴金属に限定されてまして、他の素材はですね、酸化してしまうということで、なかなか直接ですね、金属を集めることができなかったので、身の回りになかったと。しかし、そうです。世の中にですね、鉄が出てくると。その大事件がありました。そう、鉄といえばこの方でございます。山崎マザック。工作機械博物館のですね、館長ですね。博物館に遊びに行ってですね、館長が出てきまして、おい、ヒッタイトは知ってるかとか言ってですね、ヒッタイトみたいな。なんだこのジジイとか思ったらですね、マザックの副社長と。ヒッタイトが紀元前1650年頃でございますので、まあ、約3600年ぐらい前ですね、鉄を開発したんですね。この鉄で武器と戦車を作ってですね、敵はですね、銅の武器でございますので、もうこれで各国をですね、圧倒していく、制圧していくと。要するにですね、金属を制すれば、当時は戦いを制することができたんですね。原民族だと弓矢とかになってきますけども、弓にもこういう金属使われてるわけですよ。で、2022年です。今どうなってるかっていうと、金属を制すれば製造業を制することができると。めちゃめちゃ重要なんですよ。ということで、製造業の根幹を成してるわけで、その金属のね、分類から解説をさせていただくと、金属は大きく分けて実は2種類ございます。鉄鋼と非鉄金属でございます。で、鉄鋼は何かというと、もう字のごとく鉄がベースの金属でございます。あらゆる産業のベースになる素材でございまして、あらゆるベース、なんであらゆるベースと言えるかというと、世界の金属生産量のほぼほぼ9割ぐらいがですね、鉄鋼になっておると。ああ、確かにそうだと。これはベースですよと。もう使用量としても圧倒的ですね。もう高速道路とか橋とかもこの鉄鋼がですね、ふんだんに使われていると。で、その鉄鋼
この中にも炭素鉱とか合金鉱とか特殊鉱とかステンレス鉱いろいろございます。で、1.1 億トンのですね、非鉄金属は何かというと、鉄がベースではない金属でございます。アルミですとか、銅、マグネシウム、チタン、その他にもニッケル、亜鉛、錫、貴金属、レアメタル等々ございます。この鉄鋼と非鉄金属に分けてお話をしたいんですが、もう金属といえばこれを抜きにはお話できないということで、金属の解説をするということであれば、いろんな本読んでもですね、絶対登場するものがあるんですよ。何でしょうか？そうでございます。熱処理でございます。熱処理。はい、ということで熱処理にも触れていきたいと思います。金属加工があれば熱処理もそこにございます。熱処理というのは何者かというとですね、金属を熱したり冷ましたりすることによって素材を強くすることができる処理でございます。まあ強さにもいろいろございます。熱処理は大きく分けて4種類ございますので、その方法と効果をまとめさせていただきました。焼き入れですね、縦軸がこの温度で横軸が時間でございます。焼き入れするとどうなるかっていうと、効果硬くなるわけです。で、焼き戻しっていうのもございまして、これは人生を増加できると。はい、まあ分子を整えてあげるって感じですね。焼き直しはなんか柔らかくしてあげると。硬すぎてもこれ脆くなったりするんで、この調節が非常に難しいんですね。焼き慣らしと。組織を均一化してくれる。どういう風に使うかというと、歯車の例でいきましょうと。焼き入れをして、その後焼き戻しをして、硬度とですね、人生を合わせ持つ。人生っていうのは粘り気でございますよね。破断しにくくなるわけでございます。こういった歯車を作り出すことができるんですね。最終用途に分けてですね、熱処理をうまく、その人類っていうのは活用してきたと。はい、ということで話を戻しまして、よく加工される金属ですね、これ実はランキングが産総研の資料にバンと押しておりました。大きく分けると鉄鋼と非鉄金属ございましたよね。その上位3個ずつをですね紹介させていただくと、一番少ないのが実はチタンですね。一番少ないって言っても多いんですよ。で、続いて銅、続いてアルミニウム、はい、3位合金鋼、鎮鋼みたいな感じですね失礼しました。3位は合金鉱じゃなくて合金鉱ですね。2位がステンレス鉱、そして1位が炭素鉱でございます。まあいろいろあるんですよ。で、さらにこっから細かく種類が分類されていきますので、ようわからん、特性や違いがよくわからなくなる。使用量が特に多いですね。まず鉄鋼から解説をさせていただきたいと思います。はい、鉄鋼の定義でございますが、鉄鋼はですね、鉄とプラス炭素ですね、 C でございます。カーボンを混ぜた合金でございます。鉄っていうのは地球上のですね、3分の1がこの FE でできていると。もうそこら辺中にあるんですね。そこに炭素を混ぜてあげると。で、この炭素量によって呼び方が違ってくると。鉄、鋼、鋳鉄ですね。に分かれると。このパーセンテージが 0.02% 未満だと鉄。そして 0.02 以上ですね。から 2.14% だと鋼。そして 2.1% 以上だと、まあちょっとこれあれですけど、鋳鉄。まあ鋳物用の鉄になってくると。そのカーボンが入ることによって、で、性質がどう変わるかっていうものが、これね、分かりやすい図が落ちておりました。鉄だけだとですね、人性があると、粘り気があると、しかし硬さはないわけですね。これはちょっとややこしいんですけども、 FE 純度をもう極限までですね高めると酸化はしないんですね。炉に入れてぐる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 作るんですけども、半導体のウェハーみたいに作るとですね、特別な鉄になると、こういうようなね、シルバーみたいな感じになるわけですね。ちょっと話を戻しまして、通常ですね、炭素が少ないと粘り気が強いわけですね。この辺ですよ。しかしながらだから脆いわけなんですね。そして炭素が多いと、まあこの辺ですよね。硬くなるんですけど粘らんと。粘らんって名古屋弁ですけど、多分硬くなるが粘りが弱いわけなんですね。要するに人類というのは、この炭素量を 0.02% から 1.7% の間で、うん、このぐらいの硬さでこのぐらいの人生のものが欲しいなと、そのバランスを見て使用する鋼材を選定しているわけなんですね。入手性が良く、まあね、地球上の 30% 鉄でございますので、そして耐久性があり、そしてコストに優れるのが鉄鋼になってるわけでございます。鉄鋼の中で使用量が多い材質ですね。こんな感じでね、やりましたけど、3位と2位がこんな感じで合金鉱とステンレス鉱でございました。で、1位が炭素鉱でございます。炭素鉱から紐解いていきたいと思います。切削には欠かせない炭素鉱ということで、機械構造用炭素鉱材という正式名称らしいです。JIS規格だと S〇〇C と呼ばれるものですね。 S〇〇C、 この S がスチールと鋼と、この〇〇が炭素量なんですね。 C でございます、カーボンでございます。 C が炭素を指していると。なので、こんな感じで S10C とかですね、これはですね、炭素含有量が 0.10% という感じですね。おー、そういうことだったんだと。
こんな感じで SS 剤と SC 剤ですね。 SS 剤は 0.15 から 0.2% ぐらいです。で SC 剤は 0.1 から 0.58 なので、 SC 剤の方が C をですね、炭素をより多く含んでる。じゃあこれがどう変わってくるかということでございますが、 SC 剤は炭素量を定義している金属でございまして、成分規定があるため SS 剤より高価なんですね。要するに成分を調整しないといけないので、そういった工程が必要になってくるわけですね。ということは効果である。炭素成分の規定があるため熱処理ができるんですね。熱処理のコントロールが可能でございます。硬さを変えたりとか人生を変えたりすることができるわけですね。 S20C 以降ですね、この S45C とか S50C っていうのは炭素量が多くなるわけでございますので、硬くなるんですね。硬くできるということでございまして、 SS 剤よりも硬いと。なのでこういったですね、金属が触れ合う軸受けとかに使われるわけでございます。ただし溶接には不向きですね。割れる可能性がございますので注意してくださいと。で、重要なのは SC 剤は何度も言ってるんですけど、炭素量を規定した材料でございます。熱処理を織り混ぜることができるし、炭素を多く使ってるっていうことで硬度をですね、上げることができるわけですね。続いて第2位ですね、ステンレス鋼と。字数だとですね、SAS304 とか SAS000 って呼ばれるものですね。これは簡単で、同じスチールですね、ユーズですね。で、錆びないステンレスと最後がこれ規則性実はないんですけど、米国のアイシスっていうのかな、 AISI 規格からそのまま使用されているということで規則性はございません。こんな感じですね、鉄プラス何々みたいな感じで、鉄 FE に 10.5% 以上のクロムを含有してる。その他にもですね、耐食性とか耐熱性とか加工性、非磁性などをですね、目的に応じてクロムとかニッケルとかモリブニウムを添加してるということでございます。で、もうサスといえばサス304でございますと。ああ、もうこれ300番台のですね、オーステナイト系ステンレス鋼と。もういいです、もうこういうの覚えなくていいです。サス304と覚えればいいです。これはクロム約 18%、 ニッケル約 8% の合金でございます。で、全ステンレスの 60% を占めるとほぼ全てです。 60% いけば、あ、サス304ね、はいはいはい、よく聞く、ああそれそれよく聞くってやつです。強度、耐食、そして耐熱に優れるんで、こういったね、洗濯機とかに使われるわけですよ。で、続いて多いのがSAS430ですね。フェライト系ステンレス鋼ということで、クロム約 18% で、これニッケルがないんですよ。なので304より安価になってます。そしてもう一つの特徴としては、膨張が少なく精度要求に応えやすいという特徴がございます。添加成分によって区分分けされるのがステンレス鋼になってます。その中で区分が実は5つございます。それを説明しておきましょう。主成分と代表的な素材ということで、このようにステンレス鋼があります。そして鉄以外の主成分、クロム、ニッケルですね、まあ他みたいな感じで、ということでこんな感じで区分は5つあります。カタカナで俺噛みそうだから読まない。で、最後だけ二層系ということで、両特性を合わせ持つものですね。オーステナイトとフェライト、4ドルヤンケって感じですけど、これを合わせ持っているものを二層系と言います。で、それぞれ代表的なものですね。403、430、304、316等々ございます。オーステナイト系はここですね。これはですね、加工性とか耐食性、溶接のもうバランサーなのでよく出てくると。続いて普通鋼の中で最も一般的なものですね。これもよく聞きます。SS なんちゃらという感じで、正式名称は一般構造用圧延鋼材と。こんな SS じゃなくてさ、あの現場でさ、一般構造用圧延鋼材ちょうだいとか絶対言わないですね。SS 材ってみんな言ってると思います。で、これは何の略かっていうと、スチール、そしてストラクチャル、で、この〇〇がですね、引っ張り強さですね。SS 材は引っ張り強さと、太郎が言っとったと。こういう試験で、どのぐらい引っ張り強度があるかと。もう、これだけで、引っ張ってそれ、どれだけ耐えれるかっていうだけで規定してると。なので、中身の材料は何でもいいというわけではないんですけども、規定されてないと。なので、SS330 っていうのはこの引っ張り強度が330あると。SS400 っていうのはもう400あるという非常に単純なものでございます。SS 材といえば SS400、もう橋、ふんだんに使われていると。圧倒的な流通量でございます。香川照之見て、圧倒的な流通量で、形状が豊富です。そして炭素量が少なく、熱処理が不要でございます。で、加工性もいいわけなんですね。もう、みんな使いやすいっていうことで、もう圧倒的ですと。ただし、酸化しやすく錆びると。なので、表面処理が必要だったりしますよね。で、S45C 剤に強度で劣るということで、まあ、ご理解いただいたように、S45C はですね、0.45% 炭素が含まれておりますので、硬いわけなんですね。で、しかし、この SS 剤っていうのは、炭素量が 0.2% 以下でございますので、それよりは、柔らかいということは、今の説明
明でご理解いただけたと思います。ということで SS 材は引っ張り強度を表して、そこを覚えていただければもうご理解いただけると思います。ということで各鉄鋼材の特徴のまとめですね、 SS とかね、 S〇〇 とかですね、でようわからんということでまとめさせていただきました。 SS 材は引っ張り強度を規定している規格でございます。そして炭素量の指定はないため熱処理の変化が想定できないんですね。あーなるほどと。で S〇〇 C 材はですね、炭素量の逆に指定があると調整が必要で、 SS 材よりは少し効果になると。確かにそうだと。こっちは引っ張り強度でいいわけですから。で熱処理で材料の性質を操ることができますので、まあ焼き入れ焼き戻しはまあ 0.3% 以上の炭素が必要でございますが、あなるほどということで、そういった理由から使われると。で S 系材ですね、 S 系材っていうのは今出てきてなかったんですよ。よくまあ出てくるので、これも特別につけました。高温で強度が落ちないので、ハイスピードですね、加工するときっていうのは摩擦が起こるわけでございますので、その摩擦をあんまり気にしなくていい。なのでハイスピードで加工が可能、それを短縮してハイスって言うんです。ハイス S 系材ですね。はい、これでご理解いただけたと思います。素材それぞれで定められた求められる仕様が違うので、こういうような覚え方をしていただければわかりやすいと思います。続いて非鉄金属でございます。今日重たいね、ついてきてください。今やったのがこの鉄鋼ですね。ここは終わりました。次はここでございます。非鉄金属ですね、アルミニウム、そして銅、そしてチタンですね。非鉄金属も使用量が多いものから解説させていただくということで、アルミからいきましょうと。軽くてゴリゴリ加工可能なアルミさんでございます。アルミは自主規格 A なんちゃらなんちゃらなんちゃらですね。これは溶かさないものの、まあ伸ばして使えるような、そういったアルミを指してます。こんな感じで、でここが合金の種類で、2番目が製鋼順位、そしてアルミ純度または合金番号になってます。特性でございますが、軽いですね、鉄の3分の1ぐらいです。確かにそうだ。で強いと。強いっていうのはその重さに対して強度を持っているということでございます。そして加工性がいい、組成がいいと。そして錆びにくいわけですね。ここからいきましょう。合金種類でございます。こんな感じで9000番台までございます。覚えていただきたいのは、1000番台はこれは純度 99.0% 以上のアルミを指しております。 A1070 っていうことであれば、純度が 99.7% のものを指してるわけなんですね。こっから変わってくるんですよ。次からは添加される材料で規定がされていると。2000番台は銅混ぜると。そうするとジュラルミンになるんですね。炭化するが、まあ非常に強度が高いと。で続いてマンガンですね、これアルミ缶ですね。こんな感じです。続いてケイ素 SI ですね。ケイ素っていうのは半導体材料でございます。熱に強い、耐摩耗性があって、熱膨張が少ない。でマグネシウムを添加すると5000番台になると。これがよく聞くやつですね。耐食性、強度アップ、加工性、切削向きでございますので、 A5052 がここで登場してくるんですね。この半導体製造装置にもふんだんに使われております。マグネシウムプラスケイ素の合金でございます。はい、続いて亜鉛ですね。 ZN でマグネシウムが超ジュラルミン。超ジュラミンって面白いね、名前つけたりする。超ジュラミンがもう世の中にあると。じゃあこのジュラルミンはなんて言おう。超ジュラルミン強度高度に優れるわけでございます。8000番台がそれ以外で、9000番台が予備っていうね、新しい素材出てくる、これいつ使われるのかなって感じですよね。細かな分類も使用材料は限られるということで、よく使われるものをまとめさせていただきました。番手別の代表的な種類でございますが、縦軸が耐疲労で、横軸が引っ張り強さでございます。でアルミ純度 99% 以上のアルミですね。 A1100 と A1050 みたいなところはこんな感じです。で2000番台ですね、これジュラルミンでございますが、3000番台、まあないものもあるんですけども。で5000番台ですよね、 A5052 と。どうですか。ああもう優れてるでしょ、素材として。ああよく使われるわけだと。で丸材は A5056 になります。6000番台、これが SS400 と同等の強度になりますね。で73番台ですね、超ジュラルミンでございます。これはですね、7075T75 とかでございますが、なんと引っ張り強さ550と、もう突き抜けてしまったと。この辺にあると。で対疲労もですね、この辺にあるので、もう液晶の画面の外におりますっていう感じです。確かに超ジュラルミンだと。ああもうすげえって感じですね。こう代表格ですね、 A5052、 これはですね、耐食性、強度、溶接性も良好でございますということで、アルミの代表格になっていると。素材を混合することで性能がもう全く違うっていうのがアルミの特性なんですね。はい、合点いただけましたでしょうか。合点
続いていきましょう。アルミイモノとダイキャストと、もしくはダイキャストですね。実はアルミのですね、ダイキャストとか鋳造は別枠であるんですね。あーもうだいぶ疲れてきたと思いますね。コーヒーでも飲んで聞いてください。こんな感じで、イモノが C で、ダイキャストがダイキャストなので DC で種別。で、添加元素によって規格が違いますので、まあここは多くは触れませんと。代表的なものだけさらっといきましょう。イモノはですね、こんな感じで型にですね、アルミをドクドク流してですね、成形すると。で、よく使われるのが AC2B とケイ素を混合してる。これは鋳造性、試作性、そして溶接性が良好でございます。鋳造性っていうのは気泡が入りにくいとかそういうことですよね。で、ダイキャストですね。溶解金属を高速、高圧力で充填すると。まあ、これドドドって流すんですけど、ダイキャストはサイクルタイムが非常に短くできるので、こうやって金型を押し付けると同時にビャーッと流すアルミを。こんな装置ですね。 95% がアルミニウムの合金なんですね。残りが亜鉛とからしいです。で、 ACD12 みたいな感じですね。ケイ素と銅を混ぜてると。機械的強度も優れるし、そして非作性ですね。削りやすいと。そして鋳造性もいいということで、このバランスが取れる素材なんですね。なんと 90% が当該素材をですね、利用されてると。もうほぼこれやんって感じですね。以上がアルミの解説でございます。そして人類が最初に手にした非鉄金属ということで、銅、銅合金ですね。C○○○○ ということでございます。合金種類。これアルミと同じですね。CDA がもう勝手につけたですね。勝手につけたっていうと、あれですけども、合金番号がございます。銅の良さっていうのは、導電性とか、熱伝導率が高くて、結果ですね、電子、電気機器等に多く利用されています。なので、こういった FSW とか、今流行ってて、引き合いがすごい多いみたいですけど、こんなものとか、あと基板ですよね。基板工場行ってきました。教室さんに行ってきましたけど、もう銅材料が非常に多く使われてて、原材料だけで 50% ぐらいみたいなので、もう銅の値段すごいかなっていう感じですよね。そしてアルミニウム等への添加元素として特性工場の補助をすると、要するに混ぜてジュラルミンにしてあげるとか、あ、そういったことができるんですね。ここですよね。まあ同じようにここが1であれば 99.90% 以上とで、亜鉛等々混ぜるとこういう感じになりますよと。切削時の特性なんですけども、バリが結構発生しやすいんですね、銅っていうのは。そして融解温度がそもそも低いので、刃にこびりついちゃうと早く加工ができないですね。摩擦で熱が上がっちゃうとそこに ついてしまうと。なので切削するときは C3604 ですとか C3713 みたいな解削王道みたいなものが、まあ、よく出てくるのかな。まあバリをですね、低減してくれたり、まあ被削性が向上していると。最近はですね、鉛フリー素材も登場している。ビスベジマテリアルさんなんかがこういうものも出してきてますよっていうことで乗ってました。最後ですね。はい、もう僕もだいぶ疲れてきました。軽い、強い、錆びにくい、チタン、チタン合金でございますね。 TP、ちょめちょめちょめ HC みたいな感じですね。チタンと、これ実は引っ張り強さ、接材と同じですね。で、熱管、冷管、圧縁ということで、これが違いますよ。もうこの TP っていろいろあって、 TP は板で、 TR が上で、 TTP が管で、 TB が棒で、 TW が線ということになってるそうです。 TP450 で、最後にこのようなローマ字がつくんですけども、このローマ字がですね、添加元素をここで、表記してると。軽くてですね、耐熱性もいいということで、航空宇宙分野で使われてるエンジンとか機体ですね。例えばですね、航空エンジンの羽ですよね。あそこで使われてる材質って実は金より高かったりするんです。このぐらいの材質で60万とかするんですよ。このぐらいで、あ、めっちゃくちゃ高いと。あー、すげーなって感じですよね。なので、あの X 線で検査してまだ使えるかどうかっていうのを見てるっていうのを昔テレビで見ましたね。とか、この人工関節ということで、人に入れてもですね、あんま拒否反応が少ねえと、ほぼないということで、医療分野でよく使われていると。この分け方なんですけど、実規格だと1種から4種があって、で、これが純チタンになってると。で、その、これ分け方もまた難しくてですね、ちょっと今画像流れてるかもしれないんですけど、11種から23種があると。で、飛んで60、60E、61、61E があって、また飛んで80とものがあって、これが合金チタンになってると。64チタンみたいなものがですね、よく加工現場で使われるものだと思いますね。で、これは JIS のこの60種の中の一つで、TAP6400 みたいな名称で使われると。これが全体の 70% みたいなので、まあ64チタンを覚えていただければいいかなと。で、64チタンの表記方法なんですけど、こんな感じです。もうこういう表し方ではなくて、JIS じゃなくて、もう通称で結構呼ばれちゃってると。ローマ字何かっていうと、AI がアルミニウムで 6% ですよ。V がバナジウムですね。で、4% 混じってます。みたいなものが多い。そうです。はい、加工の難易度は非常に高くてですね。なぜかっていうと、発火性もあるし、高摩耗するんですね。熱も持っちゃうと。で、薄い素材だと変形もしちゃうみたいな感じですが、工具がどんどん進化してきておりますので、過去と比較すると10倍の持ちみたいなものも出てきてるので、まあ今後、ここも進化していくだろうと。いうふうに予想できますよね。
ということで、加工が多い金属をまとめさせていただきました。まあね、これだけではつまんないので、トピックも合わせて解説させていただきたいと。やっぱりウクライナ侵攻ですよね。前これ進むって書いちゃってさ、ツッコミあったんだけど、直してよ。で、鉄鋼業への影響ということで、世界のね、主要鉄鋼輸出国、ロシアというの結構上位にいるんですよ、このロシアさんが。ロシアさんが大問題になってると。鉄鋼輸出量の低下に加え、要するに制裁かけてるわけじゃないですか。なので、そのロシア以外から鉄を買おうっていう動きが来てますので、必然的に価格上がりますよねって感じですね。プラス、いい鉄を作るにはですね、石炭が必要なんですね。要するに還元するときに、高純度のコークスと一緒に燃やしてあげないと、純度の高い鉄が取れねえということで、例えば、鉄をですね、1トン生産するのに、なんと石炭が1トン必要なんですよ。二酸化炭素めちゃめちゃボーボー出してると。製鉄製品の価格転嫁が不回避になってると。で、これね、まずいのがですね、ロシアもこの石炭を輸出しちゃってると。ダブルパンチになってるんですね。ということで、この石炭の価格がですね、なんじゃこれとビットコインかって感じですね。日本スチールさん、日本製鉄さんは5月出荷分から1割の値上げをしてますし、東京スチールさんも全商品一律3000円の値上げをご了承お願いしますって感じですね。もうしゃーねーかなって感じですね。はい、ということで、ウクライナ戦争の長期化は鉄鋼価格にももう影響し続けるので、もう早く平和になってほしいと。最終的に最終消費者の僕たちにその価格が乗ってくるという感じですね。企業の原材料のもう高止まりがもう予想できると、もう想定されるということでございますっていうのが一つのトピックで、もう二つ目がやっぱりグリーンの波がですね、もう来てると。各工程での脱炭素が加速してます。で、上流は今お伝えしたような製鉄ですよね。ここもですね、バカバカ先ほど言ったように CO2 使ってると。で、産業で見ると実は鉄鋼業って 40% も出してるんですよ。やばくないですか。コークスでめちゃめちゃ燃やしてバカバカ CO2 出してると。なので今は水素を利用して、要するに H2O を使ってですね、還元をして H2O を出してあげてですね、 CO2 の低減を図ろうっていうものが、進んでると。で、年間のその鉄鋼材料のですね、ポテンシャルが40兆円って言われてますので、ここを握ればですね、非常に今後明るいだろうと。これは水素の動画でまとめておりますので、興味あればそちらもご確認ください。で、下流ですね、ゴリゴリ削るということでございます。はい、これマザックさんも出してますね。カーボンフットプリントの 50% 削減すると。これ何かっていうと、加工時間の短縮とかエア構造の見直し等を図ってですね、やっぱり削ってるところの CO2 排出量がもうほとんどなんですね。なので、この効率をどんどん上げていきましょうという風に言われていました。加工時の CO2 排出低減をしていこうと。で、ブラザーさんでも講演したんですけど、ほぼほぼ CO2 カーボンフットプリントの話でしたよね。ということで、やっぱり波来てますね。製造業全体での取り組みが今後も加速していくだろうということで、まとめさせていただきました。金属材料の解説でございます。以上でございますね。ヘビーだったと思うんですけども、いろんな材料のね、ページに飛んで自分でまとめるよりは、この動画見ればですね、本買う必要ありませんって言うと、日刊工業新聞社に僕、機械技術にですね、僕の特集が組まれることになってますので、本も買ってくださいと。とことん優しい金属材料の本ですね。これも日刊工業新聞社でございますので、本も買ってくださいって感じですね。適任できないという感じでございます。ということで、以上でございます。お疲れ様でございました。で、次はやっぱり熱処理簡単だったんですけど、しっかりここもまとめさせていただきたいと思ってますので、ぜひね、熱処理の工場見学お待ちしてますので、これね、ダイレクトメッセージ、もしくはメールでお問い合わせいただければ工場行きたいと思ってますので、そういった依頼もね、お待ちしてます。打診でも結構でございます。ということで、次回の動画に行きたいと思いますが、スポンサー動画でございます。どうぞ。スポンサータイムでございまーす。一つから発注できる段ボールはアース段ボールでございます。なんと標準品が2000種類もあるし、オーダーメイドもできるし、販売も0円からとなっております。アース段ボールでチェック。ということで、次回は切削工具ですね。来ました。切削工具展示会のフィードバックなんかでやってるんですけども、切削工具だけにフォーカスしたことは今まで一回もないんですね。お楽しみにいただければ幸いでございます。はい、このようにいつもですね、ものづくりに関連したトピックをまとめさせていただいております。工作機械でしょ、そして FA でしょ、ロボットとか IoT とか、そして半導体とかグリーンですね。ものづくりに従事されてる方、そしてものづくりが好きな方、そしてものづくり太郎に興味を持っていただいた方は、ぜひチャンネル登録いただいて応援をしてあげてください。そして今日ね、一つでも刺激になった方は、ぜひいいねマークをいただければ励みになりますと。ということで、また次の動画で会いましょう。じゃあね、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。教育材料で使ってあげてください。今日の千葉ちゃんの一言。
金属材料を私も一緒にまとめさせていただいたんですが、非常に奥が深いというか、すごく細かい分類まで難しいところが多かったです。ご協力いただいた各メーカーの皆様、本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。